日射系日射系外観図と使用部品ケーブル放射シールド取り付けネジ内側ガラスドーム外側ガラスドームセンサー幹部黒色塗装放射シールド湿度表示部水平調整ネジ水準器ケーブルコネクター日射系は日射量を測る装置である日射量とは単位面積単位時間あたりの太陽放射エネルギーの量であるからその観測は幹部において放射を熱 電気等に変換して測定することによって行われる。現在は即時的かつ無人での観測が容易なことから、光電素子やサーモパイルを用いて、日射量を電気信号に変換する方式が一般的である。前天日射系には、熱電素子を用いるものと、光電素子を用いるものに対別できる。熱電素子を利用した前天日射系は、透過率の高い透明風貌。 一般的にはガラスの中に黒色の受光部を設け、受光部と筐体の間に発生する温度差をサーモパイルによって温度差に比例した電位差に変換する。この電位差を測定し、その電位差を換算式によって変換して日射量を測定する。光電素子を利用した全天日射系は半球系の透明風貌の中心に、 シリコンフォートダイオード等の光電素子を置く構造になっており、光電素子の発電量から日射量を測定する。フォトダイオードを受光素子とする場合、その発電特性は入射する光の波長に依存するため、測定できる波長体が太陽放射の一部分に限られる上、波長によって感度も異なる。一方、サーモパイルを受光素子とする場合、 その事項表面を黒色にすれば、太陽放射のエネルギーを全波長にわたって吸収でき、波長によらずほぼ均等な感度で測定し得る。従って、波長特性については、光電式よりも熱電式の方が一般的に優れている。なお、熱電式では以前は白黒型が存在したが、白黒型は白色の反射特性が悪いため、 現在は黒色のみの受光面で構成される黒黒型が一般的である。一方、光電式は放射の時間的変化に対する応答が早い特徴がある。また、製品価格は熱電式よりも安価なものが多い。光電式の波長吸収特性は測定範囲に対して一様ではないので使用前に特性を確認する必要がある。風防以外の外面は 白色放射シールドまたはアルミ筐体となっており、日射の吸収による内部の加熱や観測誤差を防ぐようになっている。観測にあたっては水平に設置する必要があるため、水準器及び水平調整装置を備える。気象速危険低規則で許容される気差は3%である。英語ではピラノメーターといい、ギリシア語のパイラー、アノに由来する。 日射系のトレーサビリティは WRR を国際標準としている。WRR はスイスのダボスにある WRC が維持管理している。WRR は WRC が所有する6台の絶対放射系を世界純基群としてこれの測定値を国際標準としている。日本では気象庁が国内標準となる絶対放射系を保有しており、 5年ごとに WRR との比較観測を行って、その精度を維持している。日本国内では、気象庁が行う、日射量観測が、国内標準にトレーサブルであることはもちろん、気象庁以外の機関が観測を行う場合にも、直達日射系については、気象測器等委託検定規則に基づく委託検定、前天日射系については、 気象測器検定規則に基づく検定により、国内標準にトレーサブルな構成を受けることができる。日本では気象業務法及び気象測器検定規則により、公共的な気象観測には、検定に合格した電気式日射系を用いることが義務付けられているが、ここで規定されている電気式日射系とは、全点電気式日射系を示している。 直達電機式日射系については、気象測器等委託検定規則に基づき、気象庁に検定を委託することができる。国際標準化機構においては、TC180 ソーラーエネルギーの SC1、クライメート、メジャーメントデータにおいて、日射系の性能基準、構成方法、使用方法などに関する国際規格を次の通り、定めている。ISO 9 0 0において、 日射系は3階級に区分されている。このうちで最高の性能を有するのは接近デリースタンダードと呼ばれ、次に良い性能を有するのがファーストクラス、最後がセカンドクラスである。最高性能として規定しているものを二次標準と呼ぶのは混乱を招きやすいが、一次標準は国際標準あるいは国家標準機関が所有する最高水準の機械を 示しており、それらが一般に販売されることはほとんどない。このため、一般的に入手して使用できる最高水準の機械は2次標準相当の性能であり、それは一次標準の構成を受けて標準機として使用するに足る性能を持つという意味合いで二次標準と呼ばれている。また、世界気象機関も次の文献で日射系の性能の基準などを定めている。 ありがとうございます。